ノゴメトニクルブバルテクス・バラジュディンは、クロアチアの都市、バラジュディンを本拠地とするサッカークラブである。1931年6月3日に NK スラビアとして創設。第二次世界大戦中に一時活動を休止したが、1945年に NK テクスティラツの名で再建された。1958年に地元の衣類メーカー、バルテクスがスポンサーとなって、 NK、バルテクスに改名した。ユーゴスラビアカップで1回、クロアチアカップで6回の準優勝を数える、シルバーコレクターだが、タイトルの獲得はなかった。1998から99シーズンの UEFA カップビィーナーズカップでは準々決勝に進出した。2011から12シーズンに財政難になり、16位でプルバエイチ・エヌウェルから降格。 翌シーズンからリーグに参加できない状況に陥った。しかし、2013から14シーズンから、トレチャ HNL で再起を図った。ガニシーズンを過ごした後の2015年に破産し、クラブは解散した。バルテクス・バラジュディンは消滅したが、2012年に設立された別のクラブである、バラジュディン SN が2015年にかつてバルテクス。 バラジュディンが名乗っていた NK バラジュディンと改名し2018から19シーズンにはドルガ1 n l を優勝しプルバイ1 n l 昇格を決めている。また2011年にはクラブの財政状況に不満を抱いたサポーターたちによって NK バルテックスという別のクラブが設立された。なし。ありがとうございます。